県所乗護者、県所乗護者、賢所こどこ御者は、日本国有鉄道の前身である、鉄道員が、新京、八高神を、輸送、移行するために製造した、鉄道車用、高質用客車である。略して、県者と称されることもあった。大正天皇の即位式、即位後大礼の際に、東京の皇居と京都御所の間を、 九中三殿の賢所に祀られている心境を輸送するために製造された特殊用途の客車で賢所法案者とも呼ばれる。神を輸送の対象とする鉄道車両は世界的にも類例がないと思われ、その意味でも極めて珍しい車両である。1912年、明治45年7月30日の明治天皇の法業を受け、行為を継承した。 大正天皇の即位式が1915年11月10日に京都御所で行われることとなった。これは当時の皇室天範に規定されていた即位の礼及び大上祭波京都によって農業府に基づいたものである。そして天皇の即位式では県所において数回の儀式を取り行う必要があり、即位式を円滑に進めるためには、 県所の心境を東京から京都へ移送する必要が生じた。このために7号、8号、9号5両者と共に制作されたのが本社である。心境といえども、ものであり、即意式に臨む天皇と同じ5両者内に、積載しての輸送でも構わないのではないかと考えられたが、皇述のように賢どころの心境は、皇室といえども極めて恐れを大きくものあり、 天皇であっても、同じ室内はもちろん、同じ車両内に長時間あることすらはばかられる、ものであり、また天皇が崇拝する神器を、五両者より、隠したの部部車に積載することもできず、結局は、五両者とは別に心境のみを積載し輸送するための、専用車両として、本社を製造するに至った。鉄道院新橋工場が、大井工場と解消してから、初めて製造された、 公室用客車である。他の鉄道車両と異なり、記号や番号、形式は一切付与されていない。検証上5車もしくは検証法案車が、この車両を特定する名称である。本社の製作にあたり、鉄道員の設計担当者を最も悩ませたのが、輸送対象である心境の寸法と重量であった。心境は、公室が最も通形する人事で、 そのボ座所内では、皇太子ですら立位での歩行をもとれず執行するほどのものであり、一般人は手を触れることは愚か、目にすることすら難しいものである。宮中の古い慣習に縛られ、空前絶後の心境の寸法計測にこぎつけるまでには、宮内省との幾にもわたる粘り強い折衝が行われ、なんとか寸法測定が許可された。しかし重量までは測ることができず、 明治の初めの東京テントに際して、県所の心境が京都から東京に輸送された時の16人の若者が、賢しどころの心境の上下するお歯車を担いで東海道を登ったが、いずれも重さに汗をかいたという記録をもとに重量を十分な余裕を持って推定し、法案室内部と輸送装置の設計を行ったという。側面片側に、 幅に1438ミ、mm、リメートルの戸口があって、観音開きの開き度が設けられており、心境の条項は、この扉を開けて行われる。扉を閉じ、施錠した後は、皇室の紋章である、菊花紋章を外から合わせ目取り付けるようになっている。車内は、車体中央部に、検書法案室、その前後に、拡散室の焦点室がある。 検証法案室の奥には壁を隔てて、幅385ミ、mm、リメートルの側廊下があり、その側には、戸口がないため、車両側面は左右で全く異なっている。検証法案室の内装は、天井は、角天井で、室内は、総檜のの白木神殿造りとなっており、金具には全て金メッキが施されている。法所となる場所は、床面はセンチメートルほど、 高くなっており、異魚台を定位置に固定できるようになっている。商店室の内装は、化粧板に、奈良や、くぬぎ、天井板には楓、窓か町には、チーク材を使用している。角室ともチ椅イスをレールと平行に配置しているが、法案室の両隣の商店室ではチ椅イスに、折りたたみの肘掛けを装備しており、調度品も法案室と調和するように配慮されている。また、 別の一室には、便所と、長図書、洗面台を設けているが、長図容器、便器と共に黒漆塗りで、長図容器の内側は修漆で仕上げ、白木の秘尺を備えている。ブレーキ装置は、真空ブレーキを使用している。1915年、大正4年の大正天皇の即位式のために製造され、1928年、 昭和三年の昭和天皇の即位式に際しても内装などを更新の上使用された。したがって本社が実際に心境を乗せて走ったのは両天皇の即位式の際の往復合計わずか4回だけである。なお、明治天皇は京都で即位してから東京に移ったため、大正天皇の即位式が心境を輸送する最初の例となった。 また、皇室天範の当該規定は、太平洋戦争後の新天範には受け継がれず、近城天皇の即位式は、東京で行われたため、新京の輸送は、不要となった。1959年、昭和34年10月に廃車。廃車後は、朝川分社庫に保管された。浅川分社庫の廃止に伴い処遇が検討されたが、1963年、 昭和38年6月にすべて、大井工場、現、JR 東日本東京総合車両センター内の、五両車庫に移動することになり、1963年6月7日、未明に、五両車庫に収容された。1981年時点でも車内に入ると、日の木の方向が満ちていたという。また、同時期の他の5両車は、自動ブレーキに改造されているが、本車は、 真空ブレーキのまま保管されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。